サブチャンネルごご覧いいただきありがとうございます防眼回収全国で950本改正銃刀法成立3ヶ月というわけでねボウガン使った痛ましい事件がありクロスボウボウガン所持禁止に決定したんですよね。で今、まあ、950本全国で回収されているというわけで来年の3月かな。来年3月15日に 施行されるのでそれまでにガンを持っている方は、えー、公安委員会の所持許可を取るか、えーまあ、もうそれ廃棄するかしかないということですよね。これは許可は普通どういうかあれで降りるんですかね。まあ、持っている方はね多分公安委員会に問い合わせたら。 わかると思うんですがもし持ってた場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金だということですね。いやーねほんともうほ、まあ、他にも事件があったりはしましたよねなんか猫さんとかね、まあ、そういうのもあったりしたけどまあやっぱり人が実際にねやっぱり被害を受けたっていうことで、まあ、こういう事態になったっていうことでねいやーまあ まあ防ガンとはクロス棒はね持ってはないんですけどまあエアガンもね本当何があるかまあエアガンでかなりダメージを人に与えるのは難しいにせよまあね当たりどころによれば重大な怪我に発展するのでまあ普通にね使ってる人は何のあれもないけどもういつ何があるかわからないんでねまあエアガン。 まあたね、規制とか、エアガンだって、エアガンなんて昔ね、パワー規制なんてなかったですもんね、それが0.989ジュールでしたっけとかできたりとかね、まあどんどんね、規制は緩くなることはないでしょうけど、厳しくなることはあるのでね、まあこれ以上、規制が進まないように、エアガンも楽しんでいきたいなと思ってますと、はい。 というわけで眼ね大変ですよね正直やっぱこれ競技ね日本防眼協会の方とかのコメントも入ってたし、まあ、競技やってる人としてはね本当やっぱり間口としてねもう本当気軽に打てるっていうことがあったと思うんでまあ体験とかは別に所持じゃないからできるんでしょうけどまあね今日防眼の協会さんもまだね大変にはなると思うんですけどまあ。 なかなかね。難しいですよね。はいというわけで。まあ防寒、傍観の所持の規制が行われるよということでした。最後までご視聴ありがとうございました。